はい。で、あとこれがですね、この色、食塩巻いた、食塩を除草剤として使った結果なんですけど、ようやくね、葉っぱがこう病気の黄色、病気になると黄色っぽくなって薄い黄緑色になってきてるわけなんだけど、まあ、効果はあるみたい、除草剤としての、うん、効果はあるみたい。でも結構、でもこれね、50キロ巻いたんだ。でも50キロっつっても2000円ちょっとだから、まあコスパはいいんじゃないかなって思う。でこれから夏に向かって、いろんな胞子が飛ぶし、結構雑草も生えてきやすいから、まあ、これはこれでいいコスパなんだと思うよって思います。あとこれ白いのは有よけね。やっぱりね、根の浅いものほど枯れるのが早い、正直な話。うん。で、根がやっぱりその根が深いところにある植物ほど効きにくい。要は塩水がその根まで雨とかで浸透して初めて効いてくるらしいんで、やっぱり効いてね、ツタとかには効かないのかな。でもね、やっとこうやって黄薄い緑の葉っぱ出てきたから効いてはいるっぽい、効いてはいるっぽい。でもツタって、そのツタの根っこがどこにあるか分かりにくいから、うかつに巻きまくってもまあダメっぽいよねはい、な感じで、あー失敗した。これアリの、アリよけのこの粉まかない方が良かったね。結局こういう庭石とかあれ全部ぶっかくから、ちょっと失敗したか。しかもここまだ木残ってる臭いね。前からぼちぼちやっていくわ。